なんといっても、まあ、卒業生の数が多い、うん、規模が多いことでもメリットもあるとは思うんですね、うん、試験内容にですね実技が組み込まれている、戦略を立てて受験に挑める。コスコス副塾長の西村です。そして総合型職人の太鼓です。よろしくお願いします。今回の企画なんですけれども、ニット駒線おすすめ学部として、こちらの学部をですね、太鼓さんと一緒に紹介させていただければなというふうに思っております。はい、続いて3つ目はですね、日本大学芸術学部ですね。この日大の印象というのはどうでしょうか。日大その全体としては大きすぎるがゆえに、まあ、学部ごとにキャンパスが違うということですよね、はい、であとは不祥事不祥事が続いてるんですけど、はい、なんといっても、まあ、卒業生の数が多い、規模が多いことでもメリットもあると思うんですね、うん、芸術学部でいうと、まあ、多くの著名人を輩出してるんですけれども、うん、だからといってそれが入学する目的にはなってはいけないと思っていて、うん、そこでどう成長できるかとか、日芸を自分の成長にどう役立てようか、きちんと考えた上で進学先に選択することが重要だと考えます。まあ、今回私が選んだ理由なんですけども、まあ、得意なものを押し付けるっていうのが総合型選抜では必要なのかなというふうに思うんですけども、特に押し付けやすい学部なのかなというふうに思いました。学科にもよるんですけども、試験内容にですね実技が組み込まれていると、面白いなというふうに思っておりまして、戦略を立てて受験に挑めるっていうのがおすすめのポイントなのかなというふうに思います。逆に言うと、その実技ができないと入れないわけでしょ。そうですね、はい、だから8つ学科があるはずなんですけど、8つとも全部その専門のね、うん、その先のやることをなんかアピールしていくみたいな感じになると思うんで、うん、しっかりと対策される方がいいかなというふうには思います。はい、今回はニット駒線のおすすめ学部ということで紹介させていただきました。本日は以上になります。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。出願書類、面接の悩みはコメント欄にお願いいたします。それではありがとうございました。